竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。だな。稲妻が鎖国してた時ですら稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかしてナタって人が住んでないのか。いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。あう、かっこよく撮ってくれよな。って違う。シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても、今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。タッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。わあ、みんな来てくれたのか。うん、これからの冒険に関する物語を楽しみにしてるから、こっちに帰ったらぜひ聞かせてちょうだい。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね、ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて、写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたナタのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にナタもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし、独自の文化もある。ただそういう習慣だから、あそこの人たちはナタを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな、安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ、あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、いってらっしゃい。
語たくさんあるな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ。確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。ひひ、話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。砂漠ってのは付き合いにくい相手だが、少なくとも公明正大だ。危険や挑戦は全て目に見えるようにしてくれてる。見ろ、壁にいろいろ落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。カチーナ、約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上このまま時間を無駄にしてられないわ。でもみんなが行っちゃったら私一人だけになっちゃうよ。ごめんね。でも君はまだ若いし、5名の継承者なんだから、きっとチャンスはいくらでもあるわ。対して私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきてもう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。分かった、それじゃあ仕方ないよね。はあ、私がもっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。いいんだ、私の5名はウッサビーティなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。もし無事にいい成績が取れたら打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけでこれからも友達だからね。うん、時間があるうちに早く強いチームを探して。
また次回。どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子、置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。あ、ありがとう、大丈夫。部族じゃ見かけない顔だけど、旅の人？おう、オイラたち中に来たばかりなんだ。こんにちは、私はカチーナ、ウッサビーティのカチーナだよ。あ、コメって言ってここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばる帰化聖夜の巡礼を見に来たんでしょ。だったら今にコメの意味を知ることになるよ。そのなんとか巡礼ってのは何なんだ。さっきもそれについて話してたよな。うん、ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。すっごく注目されてる大会でね、上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか。参加者が多すぎるから、帰化聖夜の巡礼は2段階に分かれてるんだよ。最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームがナタの各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、5名の継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、隊長だよ。今は隊員がいない隊長だけど。同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないとって思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっとそう思ってたと思うから。5名の継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょう。戦いはあんまり得意じゃないけど回復は早いんだ。なあ、この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。おお、思ったより早かったな。オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？え、あ、ごめん、ついテンションが上がっちゃった。なんというか、その気遣ってくれてありがとう。すごく、すっごく嬉しいよ。でも帰化聖夜の巡礼にはまたの人しか参加できないんだ。そうだったのか。てっきり成り行きでお前のチームに入って試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで、本当に嬉しいんだ。だって今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。え、そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくとみんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、帰化聖夜の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。理由は聞かなくたってわかる。
私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ひひ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでもどんな相手とだって互角に戦えるんだ。そんなにすごいの？なるほど、絶対勝てるって自信満々だから私の実力も気にしなかったんだね。そうだぞ、困ってる人に手を差し伸べる、オイラたちはずっとそうしてきたんだ。これが冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者、あなたたちみたいな人見たことないよ。強くて優しい、まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたたちはしばらくナタにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな？勉強？うん、弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ、自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。例えば観光の案内とか。ナタのことをいろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。